シュッツの絵手紙。今回はクリスマスが近いということで、ショートケーキを描いてみたいと思います。使う道具はいつものように吉祥の24色。パレット、墨ですね、これはね。と筆洗いと、水分を拭くためのティッシュがあります。それでは早速やっていきましょうか。火のついた感じ、少し表現したいんですよね。今、ショートケーキの3面、こちらの面と、こちらの面と、上の面、3面見えてますけども、3面見えると書きやすいです。このショートケーキ、スーパーで買ったものなので、ここのいちごがすごく薄いです。クリームも。今の鳩時計は6時の合図です。クリームもね、あまりデコラティブな感じではないですね、これ。まあでもその辺は、大体でいきましょうか。で、ここにろうそくが。ろうそくの芯は描きますが、この炎の、囲み線はいらないです。線描きはもうこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。そして色を塗っていきますが、まずはイチゴの赤色から塗ります。種はね、墨で描いてありますから、もう赤塗っちゃっていいと思います。いちごの色はちょっと朱色がかった色の方がいいんでしょうかね。モチーフにはないですけど、このちょっと緑がかったも描いときます。ハイライトにするためにここは、周りの赤を水分で持ってくるような感じでいいと思います。はい。ではスポンジ。黄土色を取って、モチーフのね、見えるところ、茶色く見えるところ、塗っていきます。黄土色よりもちょっと濃いかなと思いますね。その上から茶色を足します。スポンジですね。スポンジは黄色、黄土色に白を混ぜてみましょうかね。絵の具が乾燥しきってなかなか濡れるようにならないですけど、まあこれでちょっとやってみましょうか。さっき言った焦げ目の色よりはだいぶ明るくしないといけませんね。これはちょっと違うかな。ずいぶんグレーがかっちゃいましたね。もう少し黄色がかった方がいいのかな。
内側にあるいちご、この赤を塗りましょう。あとはクリームの白なんですけども、側面、こっちが少し暗い色になって、上の白の方が明るいですね。ちょっとグレー、黒と白を混ぜて、グレーを作りました。で、こちら側ちょっと塗ってみますね。ベタ塗りじゃなくて少しね、下地の白が残るくらいに塗った方がいいと思いますね。で、この同じ色で、上面のホワイトにも少し影になる部分入れていきます。で、側面はもう少し暗くていいかなと思い始めましたので、ちょっと黒を足して。ですね、ろうそく。ろうそくは、ろうそくにも、筒状のね、立体感ありますので、側面、ちょっとグレーを入れますね。ここに挟み込まれているクリームにも少しグレーを入れます。これで大体ケーキにはなってるんですけどね。ちょっと水色を使ってクリームの部分少し強調していきましょうか。そして火がついている感じなんで、ろうそくの周りちょっと黄色入れますね。さらに朱色もね。もうろうそくがだいぶ短くなってきたんで、タイムリミットありますね。仕上げていかなければなりません。影をね、今見えてる状態で描きます。こっち側しかないようですね。これでいいんでしょうか。そして今日一つやりたかったこと、ろうそくがついている感じの描き方なんですが、水。まあ綺麗な水の方がいいんですが、これくらいだったら大丈夫ですね。水でね、炎の形を描きます。少し描く形よりも大きいくらいですね。これ今もう水で滲んでおります。わかりますでしょうか。この上にまず黄色。炎の形にして黄色。こうですね。これがね、自然と消えるようにグラデーションができますので、そういう効果を狙ってみました。で、さらに先っぽに赤。これでね、まだ中途半端ですけども、炎の感じ、なってますでしょうかっていうかね、乾くとね、大体なります。そして、今気づきましたが、ろうそくの下の方は光が当たらないんでね、暗いですね、ここはね。こんな感じで。いちごにも。
炎が当たってちょっと黄色く見えるような感じですね。それを書き足しました。こんな感じ。そんなに成功はしてないですね、やっぱり。でもね、絵手紙は勢いが大事ですので、あんまりあれこれいじりすぎない方がいいと思います。まあ、これでよしとしましょう。そして絵手紙なので文言をね入れたいと思います。1歳の誕生日、自ら祝う。はい、できました。1歳の誕生日、自ら祝う、プラス60歳。危ない、このケーキが燃えてしまう。早速いただいちゃいます。あ、ここはねジャムでした。いちごじゃない。ほら、いちごもめちゃくちゃ薄い。スーパーで2つ入りで298円でした。税別ですかね。まあ安いんでしょうがないと思います。そんなまずくはないですよ。今日もこれが最初の食事なんで、うまいとは思いますよ。ただ、美味しい料理のデザートに食べて美味しいかって言われて、それはちょっとわからない感じですね。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。